ベサ機関銃は、チェコスロバキアの空冷、ベルト球団式機関銃である、ZB-53 をイギリスが、ライセンス生産したものである。チェコスロバキア陸軍では、この機関銃は、TKVZ-37 と呼称された。設計者は、バーツラフ・ホーレックである。本銃は、第二次世界大戦中のイギリス陸軍において、機構部隊に広く使用され、 より重く水冷式のビッカース銃機関銃に代わり、戦車や装甲車の装備機銃として搭載された。搭載にあたり、本銃は戦車の装甲により大きな開口部分を必要としたが、信頼性、確実性があった。本銃の名称はビッサに由来する。ビッサはセスカスローバンスカザブロージョブカとイギリスでのライセンス、生産契約を結んだ。 陸軍省ではこの兵器を1938年に発注し、改修の後、1939年に量産が開始された。4丁のベサ機関銃を備えるマーク6系戦車改造の対空戦車イギリス陸軍の装甲部隊は、303ブリティッシュ弾を小銃や機関銃用として採用していたが、ZB-53 は、 ドイツ帝国で開発された 8X57mm イズ弾薬用に設計されていた。イギリス風ならば、これは 7.92mm 弾と呼ばれる弾薬である。303ブリティッシュ弾は、実砲底部のリムがはみ出す、機殿式弾薬である一方、8X57mm イズ弾薬は、リムがはみ出さない、無機殿式弾薬であった。イギリス軍にとっては、 リムレス式弾薬への移行のきっかけになり得るものだったが、戦争の切迫から大規模な変化は許されず、結局、それぞれが並行して生産されることとなった。これには、王立装甲軍団への弾薬供給網が、もともと、イギリス陸軍のその他の兵下とは独立していたことも影響している。こうした理由から、ベサき冠銃の弾薬が、 イギリスで生産されるものへと変更されることはなかった。このため、緊急時には露核したドイツ軍の弾薬を使用できた。マウザーカル98キロ小銃や MG34、MG42 MG が共通規格の弾薬を使用していたためである。本銃の M2 バージョンは1940年に量産に入った。このバージョンでは、セレクターで発射レートの切り替えが行えるよう改修が、 施された。レートは、高発射率では800発毎分、低発射率では500発毎分である。戦争の拡大から、より速やかで停電に量産できるよう設計に、改修が行われ、マーク3バージョンが完成した。この銃では、発射レートモデルが L、または H となった。より大口径で重量のあるバージョンは、重量 57kg。 合計1 5トルのバージョンである。ビッサによって開発された、この機関銃もまた、ベルト球弾式であり、元は、チェコスロバキアの車載用 ZBVZ60 重機関銃であった。この銃は単発及び連発で発砲できる。本銃は、マーク6系戦車、C 型や、ハンバー装甲車マーク3のような装甲車に、搭載された。第二次世界大戦後、 イギリス軍戦車に搭載されていたベサ機関銃は、口径を NATO 標準である 7.62mm に統一するため、アメリカからレンドリースされた戦車に搭載されていて、好評であったブローニング M1919 重機関銃に交退されていった。ありがとうございます。